皆さんこんにちは、竹岡博之です。今回あの京都大学の英語を担当しております。あのこのまあテキストの最大の特徴っていうのはその600分の授業が C D ローブに入っていると。600分というとまあおよそあの講習会でまあ一タームですよね。その分が丸ごと入っているわけです。でまああのテキストは読解と英作の2本からなります。 でまあ、それぞれ約10項の、まあ、テキストになっていますで、まあ、あの京都大学の英語っていうのはですねあの非常に特徴がありまして、まあ、ちょうどあの東京大学とは非常に、ね、いつもあの比較されますけれども、まあ、いろんな、えー、批判もありますがしかし非常にあのもう変化のない、ね、ある意味で非常にあのどっしりとした、えー、いい問題だと思います。 であの特にですね読解のあのレベルの高さ内容の高度さあと英作文の巧妙さまあ非常にですね難しいものがありますまあだからぜひですねこの本を使ってですね、えー、なんか攻略してほしいなというふうにまあ本当に思っております。であのまああの特にですねこの本はあのしっかり まず予習の方をでいくつか生徒さんの,あの答案を載せてますんでこういうミスをしちゃいけないよこういうミスをしちゃいけないよっていうのを載せてますからね、まあ、それを見てあ自分が当てはまらないようにこういうミスしないようにしっかりとして思ってます、えー、では皆さん本当に頑張ってください